今回トヨタランドクルーザープラドとここ富士ヶ峰オフロードにおいて三菱アウトランダー PHEV がどれだけ対抗できるかの検証です。モーグルコースです。アウトランダー PHEV の負け。すでに全ての勝敗がついているような気がします。しかしながら懲りずに続けます。
覚えてるよ。ランドクルーザープラドの力強さに圧倒されました。オフロードコース、この土俵ではアウトランダー PHEV は惨敗でした。しかしこのコースで貴重な経験ができました。皆様も機会がありましたら安全な範囲でトライしてみるのも良いのではないでしょうか。トヨタ、ハイラックスが進入禁止の池に知らずに入り、スタックしてしまいます。もうちょっと長めにバックできます。はい。この騒ぎに気づき、管理人もやってきました。ダメだよ、ここに入っちゃ入れないようにタイヤが置いてあったでしょ。脇から入っちゃったの？簡単には出れないでしょう。ユンボを使わないと出れないかもしれないですよ。ドライバーはドアを開けると泥水が車内に侵入してしまうので出れません。ドライバーの知り合いがパンツになってロープをつけに泥水に入ります。40分以上はかかったでしょうか。お疲れ様でした。